ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界3月11日の出来事について触れてまいります。豊の堀新団体に参戦が噂されている猪木と沖式奈がこの日ロサンゼルスで合流しました。猪木は記者陣に対してワールドリーグ戦での凱旋帰国を予定していると発表しました。1967年シカゴ AWA タッグ選手権試合チャンピオンハーリーレースラニー・ヘニング対挑戦者ディック・ザ・ブルーザー・クラッシャー・リソバスキー。前王者チームのブルクラーがレース・ヘニングを圧倒するも引き分けに終わり、レース・ヘニングの防衛となりました。2000年横浜アリーナ、猪木対タッキーという異次元の対決が実現しました。なお特別レフリーは藤原義明です。試合は序盤戦猪木が猛攻を仕掛けるもレフリーの藤原の協力を得たタッキーが反撃に転じ、見事逆転勝利を飾りました。そして3月11日はプロレス界の恩人ともいえる佐川急便会長佐川清氏の命日です。1988年のこの日、福岡で中島和彦が産声を上げました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。